ST185 型セリカによって WRC で華々しい戦果を上げ、1993年にメイクスとドライバーズのダブルタイトルを達成したトヨタは、翌94年ニューモデルの ST205 型セリカを投入してさらなる勝利を目指していた。新型セリカはボディサイズこそ大きくなっていたが、ホイールベースやトレッドの拡大によってスタビリティが増し、より理想的な重量配分を実現していた。ワークスチームであるトヨタチームヨーロッパが開発時点から関与し、空力の全面改良や冷却性能向上を実現した点もトピックである。1994年のセンコラリーでデビューする予定だったセリカは足回りの開発が遅れ、結局このシーズンをテスト参戦の年として過ごすことになる。本格参戦となった1995年、セリカは戦闘力を増してきたスバルインプレッサと格闘し、第4戦のツールドコルスでディディエ・オリオールの手により初優勝を飾った。一方でスーパーストラットサスペンションのセッティングに悩まされ続けたが、チームはハンデ克服のために改良を実施してシーズンを戦い進んだ。ところが第7戦のカタルニアラリーでセリカはエンジンの吸気量を制限するリストリクター系の規定違反を問われ、この年の全ポイントを剥奪されるアクシデントに見舞われる。トヨタは裁定に対し WRC 出場停止を決断。 ST205 型セリカはその晴れ舞台の場をわずか1シーズンで去ることになってしまった。活躍期間は短かったものの、このマシンの雄姿を目に焼き付けているファンは多い。トヨタのラリーシーンを語る上で欠かせぬ一台である。Thank you.